戦場の婦人左上がフランス諸国軍、右下がイングランド軍。記号の意味は、不評、クロスボー、騎兵、長級である。アジャンクールの戦いは、百年戦争中の1415年10月25日、フランスのアジャンクールで行われた戦い。アジャンクールの戦いとも、アジャンクールの英語読みからアジンコーとの戦いとも、呼ばれる。 ヘンリー5世の率いるイングランド軍が長級隊を駆使して数に勝るフランス諸公軍の重装機兵を破った戦いとして有名である。イングランド王ヘンリー5世はフランスの王位を得るため1415年8月にノルマンディへ侵攻した。約1万の兵を率いた王はまずセーヌ川川口にあるアルフルールで工場戦にかかった。工場戦は2ヶ月を要し、 軍勢は薬病によって消耗したため、ヘンリー5世はイングランド領だったカレーへ帰還することを決めたが、この行軍でさらに兵力が減少した。10月に入り、戦争に適した季節は過ぎて天候は悪化していた。1週間分の食料はあったが、途上のソンム側は、堅固に防衛されていて渡ることができなかった。ヘンリー5世は軍勢を率いて、 内陸のペロンヌ近くの防御されていない地点を渡ることにした。軍勢はそれからカレーへ進んだが、5 0トル南のアジャンクールでフランス軍の大軍が待ち構えていた。アジャンクールは二つの森のア路であり、アジャンクール村とトラムクール村との間にある9 0 0ルほどの場所だった。また、10月の嵐によって工作地が丁寧と化していた。 イングランド軍の軍勢は度重なる降軍で7000人にまで減少し、フランス軍は少なくともその3倍もの軍勢を揃えていた。フランス軍の最重要課題は、ケバキシとロングボウを持った球兵への連携という、イングランド軍の基本戦術をいかに打ち破るかであった。1346年にクレシーの戦いで大敗して以来、彼らはその方法を模索していた。 1356年のポワティエの戦いでは、フランス軍の騎士も馬から降りて戦ったものの、体形が混乱して動けなくなり、国王ジャン2世が捕らえられる結果に終わっている。アジャンクールの戦いでは、フランス軍は中央に受けました騎士と不評による大部隊を左右に重装甲の騎兵部隊を配置した。フランス軍総司令官のドルーハクシャルル1世と、 フランス元帥ジャンニセイルマングルが立案した作戦は中央の大部隊で正面からイングランド軍を攻撃する間に重装機兵が敵背後に回り込んで急兵を駆逐するというものだった。ロング棒による射撃を無効化するために重装機兵は馬にも馬鎧を着せていた。こうしたフランス軍の作戦をヘンリー五世は捕虜からの情報で正確に把握していた。 そこで、ヘンリー5世は、すべての旧兵に、約1.8メートルの長さの杭を持ち運ぶように、命じた。杭は両端を尖らせ、フランス軍の重装機兵が来た時に、地面に打ち込むことで、騎馬突撃を難しくさせることを目的としていた。ヘンリー5世は杭を持ち運ぶ戦術を、1396年のニコポリスの戦いから着想したと言われる。 ニコポリスの戦いでは十字軍の騎馬突撃に、イエニチェリの急兵が、無数の杭を地面に打ち込んで対抗した。この戦術を、ヘンリー五世は発展させたのだった。ヘンリー五世は、V 字になるように中央に下馬騎士による部隊を、左右に急兵による部隊を配置した。綿密な作戦を立てたドルーハクだったが、フランス軍の指揮系統は、乱れていた。 フランス軍が動かないことを見たヘンリー5世は、イングランド軍を動かし、午前中半ばには、弓の射程距離内であるアジャンクールの最も狭い場所まで前進した。ここで、イングランド軍の急兵は杭を打ち込み、その後に敵の軽率な行動を誘うように射撃を開始した。イングランド軍の急兵の攻撃に対応して、フランス軍の重装機兵が、両翼から攻撃を始めた。だが、 強いな地形で待ち構えたイングランド軍に、重装機兵は、当初の作戦の通りに回り込むことができなかった。泥寧状態だった地面と彼ら自身の重装備は、気候速度を鈍らせ、イングランド軍の不設した杭と降り注ぐ矢に阻まれて、ほとんどの重装機兵は反転して、逃れるしかなかった。その結果、重装機兵は、徒歩で、イングランド軍に向かうネバ騎士と不評の大部隊の、 震度を妨害し、混乱を生み出した。フランス軍の投射兵は活用されることなく、前衛の後ろに置かれていた。フランス軍の不評攻撃は無秩序かつ、混乱状態にあったため、イングランド軍に損害を与えることができなかった。下馬騎士と不評の大部隊は、遠距離ではイングランド軍の急兵によって消耗され、近距離では待ち構えていたイングランド軍の下馬騎士によって撃退された。 主力が破れたことを見たフランス軍は、逃走を始めた。イングランド軍は、休兵ですら、フランス軍本体に押し寄せ、多くの貴族や騎士を捕虜にした。戦闘は1時間ほどで、大勢が決したが、フランス軍の一部隊が、イングランド軍の背後に回り込んで視聴者アを、略奪したため、ヘンリー五世は降伏したフランス軍の捕虜が、再び戦闘に参加しないよう殺すことを命じた。 その後は虐殺となり、イングランド軍の完全な勝利に終わった。イングランド軍は、当初の目的であるカレーへの帰還を果たした。フランス軍は大敗し、葬式官である、ドルーハクは、戦死、減水、武士校も捉らえられた。戦死者は1万人を超え、捕虜も3人の公爵、7人の伯爵、220人の大貴族、1560人の騎士を出すありさまだった。 当時、パリを掌握していたのはアルマニャック派であったが、この敗戦によって、勢力を弱め、ブルゴーニュコージャン率いるブルゴーニュ派が国政を握ることになった。しかし、イングランド軍に対しては有効な手を打つことができず、苦境が続くことになる。戦士捕虜戦士、佐藤健一著、英仏百年戦争129ページ。ありがとうございます。